進行を現時する出発信号機。運転士はこれを確認して出発進行と看護する。出発進行とは日本において列車の運転士が行う指差し看護の一つである。出発進行は日本の鉄道信号のうちの出発信号機が進行を指し示していることを運転士が確認した際に看護する言葉である。ご出発を防止する意味が込められている。 この信号機は、進行以外にも、高速進行や、減速や、注意、警戒を示すことがあり、その際にはそれぞれ、出発原則、出発注意、出発警戒と看護する。なお、列車が停車場を通過する場合にも、その、出発信号機を確認するため、出発進行などと看護することがある。また、一つの停車場に、 複数の出発信号機が設置されることがある。この場合は手前から第一出発、第二出発と勧告する。ちなみに ATC 導入路線では出発進行という言葉を使うことはなく、停車場からの発車の時には発車あるいは信号の指定速度を勧告することが多い。上記のように出発進行2は本来、 その停車場の出発信号機が緑色であることを確認したという意味しか含まれていない。出発は主語、進行は術語である。しかし駅など停車場を発車するときに列車の運転士が看護することが多いものであるため、それを耳にした一般人が鉄道用語の出発や進行の意味を知らず、出発進行を列車出発の際の合図であると誤解したと、 推測できる事例が存在する。この場合、出発と進行は似たような意味の言葉を重ねているものと解釈されている。現在では、この語用がほぼ定着しており、物事を開始する、あるいは開始せよ、というような意味でしばしば用いられている。このため、運転士が出発進行といった後に出発しないこともしばしばあり、一般の乗客が混乱することもあるようである。 列車を走らせるときは、発車もしくは、発車往来である。ありがとうございます。